アークテリクス最近流行ってるじゃないですか。もう抽選しかないんですよ。ちょっとジャケットの選び方だけ皆さん一緒にちょっと学びませんかと。アルファ、ベータ、それで SV、LT、SL、FL、SM。やめよう。はい、本日はですね、アークテリクスのジャケットの選び方のポイントをお伝えしていきたいなと思います。ということで、皆さんね、アークテリクス最近流行ってるじゃないですか。で、なかなかもう店舗行っても買われへんってなった時に、まず何で悩むと思います？よし、アークテリクス、いや、なんかおしゃれなんや。あ、まず調べてみよう。何が何か全くわからんと。なんかアトム、アルファ、ベータ、ね、それで SV、LT、SL、FL、SM、やめようってなるじゃないですか。で、ちょ、またってなるから、この動画ではですね、アークテリクス人気で売り切れてて、なかなか買われへん、店舗で試着すらもできひんって状態で、もう抽選しかないんですよ。で、抽選するんやったら、その前に、ちょっとジャケットの選び方だけ皆さん一緒にちょっと学びませんかと。で、僕もわからへんから、一緒に皆さんと一緒に勉強していきませんかっていう動画になってますので、一緒に見ていきたいなと思います。まずはですね、僕が着てる、ジャケットっていうところが、この名前の後ろ、皆さん見ていきましょう。アトムとかアルファとかそのことちょっと一回どうでもいいから一回話して、その後についてる SV とかね、その接着剤みたいな名前は何なんだっていうところからいきたいなと思うんですけど、 SV とか、AR とか LT っていうのはこれ頭文字取ってるんですよ。英語の頭文字取ってるから余計ややこしになってるんですけど、例えば SV、 これは一番アークテリクスの中でも、まあ、ハードモデルみたいな感じになってて、今このもうゴールドのやつがないかもしれんけども、僕これ買った 2,3 年前やからね。これが SV っていうのが何かっていうとシビアっていうことなんですよ。普通に言わんかいと。 SV って書くからわけわからんくなってるけど、アルファSV じゃなくてアルファシビアって言ってくれたら、あ、なんとなくイメージできるなって。でも SV っていうからもう記号になってきて、もう何が何がわからんくなってくる。あ、なるほどねと、頑丈なんだねってなるじゃないですか。で、次 AR になってくるんですね。 AR って何っていうと、これアトム AR ってやつがあるんですよ。一回来てみましょう。じゃあこの AR っていうのは何なんですか。アトム AR って何なんですか。なよく見たらこれ、あ、中に綿が入ってる、あ、これ AR っていうんや。違うんですよ。 AR っていうのはオールラウンドらしいんですよね。で、それも普通に言わんかいって話なんやけども、オールラウンドだから一番僕ら街中で着る人が選ぶのっていうのは AR が一番いいんですよ。で、この後も言うんですけど、このアトム AR じゃないですか。で、アトム LT ってのもあるんですよ。で、その次が LT なんですよね。 SV シビア、 AR オールラウンド、 LT がライトっていう意味なんですよ。それも普通に言わんかいって話だけども、ライトになってくると、ライトってボクシングもそうだけど、ボクサーも、ライト級とかフェザー級、まあ、今井上直弥すごいですけどね、そんなことはどうでもいいんですけど、ライト級ってなってくるとちょっと軽量とかっていう意味があるじゃないですか。で、そのライトです。なのでオールラウンドより軽くしてるモデルっていうのがこれやから、軽くする時ってどういう時っていうと、例えば持ち運ぶ時とかね、あとはリュックの中の荷物が限られてる登山とかね、そういう時に、軽いものがいいってなってくるので、 LT とかっていうと、まあ、もし AR と LT 選べんやったらもう AR でええやんっていうのが街中の人の感覚なんですよ。で、 LT っていうのはまあもうちょっと軽量になってる、軽いのがただ単に軽くなってるんじゃなくて、余計な機能も省かれてるんですよ。だ、生地もちょっと薄くなったりとか、機能を少なくしたりとかしてるっていうことなんで、登山とかには向いてるんですけども、軽量にする必要ってあんまり街中でないよねっていう感じで LT でしょ。で、もっと下があるんですよ。次 SL、 これまたなんか電車みたいな名前出てきたんですけど、何なんかっていうとね、スーパーライトっていうんですよ。これボクシングやないけど、ライト級あって、次スーパーライト級ってこれ上がるんやけども、逆に下がっていくわけなんですよね。でスーパーライト級何なんかっていうと、より一層軽量にしてるっていうところがスーパーライトっていうことらしいんですね。で、もっとまた下になるんですよ。次 FL、 あ、もうこれはもうよく分からへん、もうこの段階でよく分かってへんのに SL まで行っても全然分かってないのに FL もっとしっくりこうへんってことなんやけど、次はファストライトっていうんですよ。でもファストライトまで行ったりしたらもう何が何か全く分からないけど、もっと軽量を言うことって思ってます、僕はね。あの、実際どうか知らんけども、それは教えてください。で、その次にまた IS とかあってね、インサレーション、これが中綿なんですよ。だからこれアトム IS じゃない理由ってなんでなんかちょっと僕にも分かってないけども、こういうのを突き詰め出すとは、もうよし分かった、アークテリクス買わないってなっちゃうから、あんまり突き詰めない方がいいんですよ。あの、物事っていうのはね、大体ほんまかして分からんぐらいでちょうどええから、アークテリクスも一緒、アークテリクスを分かろう分かろうと思うと余計分からんくなるから、大体こんな感じって僕はいつも思ってるんですけど、まあ、そうなってて、あとは MX もあるんですね。 MX って何、ミックスウェザーっていう名前なんですけど、またボクシングみたいな名前出てくるでしょ、ミックスドウェザーとか出てくるから、まあ、そういう感じで、まあ、大体 SV、 普通の人は AR でいいよねっていうぐらいの感じで見てもらって、なんかこれからね、例えばここにはアトム AR、LT、 そしてベータ LT、 あれ LT って何か言ってたぞと、 SV、AR、LT、 あ、ライトやっていうのがこう出てくるじゃないですか。だから同じマウンテンパーカーでも、確かにこれ簡易的な感じで LT ライトだね、こっち SV やから、やっぱよりハードな質感、張り腰があって、こう立体感ありますよね。生地に立体感があって丈夫な感じがするっていうのが SV。 でもライト級やから、ライトって軽かったよね、あ、軽量だ軽量だっていうことで、まあ、より生地も薄く仕上げられてて、この
その SV に関してはね、ゴアテックスじゃなくて、ここね、普通ね、ゴアテックスってこれ書いてあるじゃないですか。これはベータジャケットなんやけど、SV の方はね、ここよく見るとね、ゴアテックスプロって下に入ってあるんですよ。だから、よりハードな局面で使う用として作られてたりするという感じやし、あとね、名前ついてないやつがもっとややこしいの出てくるんですよ。だから途中から言ってる人、突き詰めたらあかん。もうアークテックスは、理論とかじゃないから、もう感覚で勝負しようっていう感じだと僕は認識してます。だから、これね、サーミパーカーって言うんですよ。おい、後ろないんかいって話なんだけど、これサーミ LAR とかないんかいって話じゃないけど、これも今もうないんかもしれないですけど、ちょこちょこね、こういう後ろないんかいみたいなのが結構アークテリクスあるんですよね。だから突き詰めない、とにかく何もないってことは AR やと一緒です。オールラウンド用に作られていると。で、何かがあるときは必ず LT とかってあるときっていうのは、要は人気モデルで分類されてるんだという理解が多分一番いいかなと思います。だからよくこういう風にビームスのコラボのやつがこんな感じでマネキン着てますけど、あるんですけど、このコラボのやつっていうのが一番アークテリクスで定番のモデルが多いんですね。今回これベータ LT っていうジャケットがコラボされたりしてるんですけど、今まではゼータ SL ってやつがやってたんですけど、まあこれで言うとややこしくなりますよね。もう序盤でよく分かってへんのに、ここの段階でもベータとかサミーとかなんか言い出したのがよく分からへんんだけども、まあとにかくそんな感じで、あ、なんかビームスがコラボするやつが一番定番のモデルねと。で、それ以外でちょっと欲しいな、でも分からんな、 AR、 あ、これオールラウンドやからタグゾー買えって言ってたなっていう感じでね、思っていただければいいかなと思います。で、もし仮に例えば買った時に不満があるとか、うわこれちょっとちゃうかったねタグゾーっていう場合はね、いつでも OK なんで、アークテリクスさんの方に、言ってください。僕の方には一切言わないでください。僕は全然知らないのでね、皆さんの人に多分こうだよねなんていう話を今してるだけなんで、もう責任は一切負いませんので、その時はアークテリクスさんに、おい名前わからんぞと、もうタグゾーも言ってたぞという風に言っていただいて、まあその時はね、僕の名前出していただいて、この動画送っていただいて結構なんやけども、まあそういうことで人気なんやけども何かってがわからないというのがまずアークテリクスの一歩目なんです。で、二歩三歩って僕みたいにこうちょっと買っていくじゃないですか、もっとわからんくなる。だから理解しようとしたらダメ、理解できないもんなんだっていうことがね、アークテリクスの入門になってるかなと思いますので、今回ですね、アークテリクスのジャケットの選ぶ時のポイントということは、ためになったかためにならないか全然わからないような動画になっておりますけども、以上ということになっております。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。